ビザが仮想通貨決済に参入をしましたね。まあ、今朝の日経 MJ に出てたんですけども、この話は以前からあって、まあ、ビザとかマスターカードってありますよね。そのビザの方が仮想通貨決済に参入したと。具体的には USDT というステーブルコインにまずは参加して、その後イーサリアム系に入っていくってことなんですよね。まあ、この発表によってまたイーサリアムの価格ぐっと上がってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、当然ビットコインの決済もするでしょうから、ビットコインも上がるでしょうね。だから今年に1000万を超えて1200万ぐらいが目安として出てくるんじゃないかなっていうふうに、まあ、チャートを見て思うんですけどね。やっぱそのテクニカルっていうのは大体その通りになるからテクニカルっていう理論ができるわけであって、これが あんまり当てはまらないよってことですとか、イレギュラーに弱いよってことだったら、多分テクニカル理論ってできてないんですよね。そのイリオット波動とかもそうですしね、あのフォーメーション分析もそうですしね、まあだからまあまあ当てになるんじゃないかなと。もちろんそうならないこともあるんで、長い目で見たらそうなるんですけども、短期的にね、3ヶ月6ヶ月とかで短期的に見るとそうならないこともあるんですけども、今ビットコインが645万とね、でイーサリウムが22万9千円、テザーが111円ですか、 USDT ね、でエーダ131円、リップルが69円70円ぐらいですかね、となってるということなんで、まあ、全体的に暗号通貨まだまだ上がってますね。まあ、どこまで上がるのかなというところもありますし、じゃあ若干ね、日本がこの暗号通貨に関してもう意味のない規制をしすぎなんですよね。おかげで日本の暗号通貨の取引所っていうのは取引量が少なすぎるんですよ。いや、少なくともね、バイナンスぐらいは取引高を上げていかないとちょっと弱小すぎるかなと。種類もないし、総取引高も多くないし、それでいてその少ない取引の中で取引所っていうのはね、ビット、コインチェックとか莫大な利益を上げてるんですよね。でビットフライヤーはその青汁おじさんが言ってたんですけども、そのいきなりアカウントをね凍結して資金を持っていくってこともあるんで、まあ、危険だなと思います。まあ、ビットバンクとか、あと DMM とかね、あの辺も暗号通貨やってますし、あとあれですね、メルカリが子会社作ってそこで暗号通貨をやるってことで、当然ですけどもこちらの方で承認取ったらメルカリ本体の方でも暗号通貨の決済を、やっていくんだろうなと思いますよね。そういうふうにちょっと一部合法脱法的に、メルカリはイーサリウムとかで取引できるようにする可能性はあるなと思いますよね。でイーサリアムを受け付けて、それを、なんですかね、メルカリポイントとかに交換するとかね。でメルカリポイントっていうのはペイペイとかにも移行が可能なんですよね。なんかね、その正規の手段ではなくて、まあ、いろんな迂回サイトとかがあるんで、そういうのであらゆるポイントっていうのは T ポイントになったりとか、ペイペイに移行したりとか、もちろん手数料は多少かかるみたいですけども、まあ、そんな感じですかね。まあ、この前マスターもね、クレジットカードのマスターもビットコインに参入するっていうニュースがあったと思いますけども、こうやって、あらゆるそのカード会社、クレジット決済会社が、暗号通貨っていうのを一つのこうデリバティブとして扱っているってこと、通貨として扱っていることが、まあ、これからも言えるんじゃないかなと思いますね。儲けてくださいね。